バイオテロ、それはまさに今そこにある恐怖。ウイルスが悪用され、悲惨な事件や事故が次々と起きているのです。この状況を救ってくれるのは誰でしょう？票のために魂を売り渡す政治家ですか？儲けのために平然と消費者を裏切る企業ですか？いいえ、私どもにお任せください。我々は権力に臆することなく、常に世界を見守り、いつでも恐怖に立ち向かう用意を整えています。そしてバイオテロや薬害の被害者を救うため日々戦っているのです。我々の名は NGO 団体テラセーブ。世界を恐怖から救うため、我々と共に立ち上がりましょう。お疲れ様。クレア。よう、クレア。クレア。クレア。モイラ。ようこそテラセイブへ。クレア・レッドフィールド先輩、いじめないでね。やめてよ、友達でしょ。だからふざけてんのよ。ちょっとクレア、いいかな。何にいる？合衆国で気になる動きがある。何か聞いてるか？え、新種のウイルス？どうして？トライセルは壊滅したはず。違う？ニール、あれがバリーの娘か。ええ、 BSAA のコンサルタント、バリー・バートンのね。でも彼女には言わない方がいいわよ。父親のこと知ってるよ。あんまりうまくいってないんだろ。すごい、まるで探偵ね。他にどれくらいプライバシーを侵害してるわけ。俺もテラセーブを守るため、敵も多いからな。とにかく調教は頼むぞ。調教って馬じゃあるまいし。やれやれ。なあに、まだパパと冷戦中？もう最悪よ。パパは私のやることなんだって反対するんだから。テラセーブに入りたいって言った時も。
勝手に開いたわ。どういうこと？テラセーブの施設？モイラ、嘘でしょ、来るよ。心配いらないわ、何とかするから。モイラ、大丈夫？怪我はない？クレア、わけわかんないよ。落ち着いて、ここ何なの？なんで私たちが。なんとか。私たちが何したっていうの？これどういうこと？私にもわからないわ。ここめちゃくちゃだよ。何があったの？今のは？他にも誰かいる。何これ？奥の部屋から進めそうだけど。古いけど使えそう。こっちも使える。
この下をくぐれば進めそう。モイラ、手を貸して。行って。いいよ。行くわよ、早く。テラセイブの仲間よ。なぜこんなことに。風の音が聞こえる。ここが出口かも。ジーナはこの先へ行こうとして。何これ。モイラ、手を貸して。ああ、分かった。もう少し。ああ、最悪。
やっと着いたわ。鍵はあそこね。ここ最悪な匂い。何の音？鍵がないわ。それ本気で使う気？こういう状況だからね。やだな、銃は。落ちた拍子に鍵がどこかに行ったみたいね。暗くて見えない。照らして。落ちる途中で引っかかったのかしら。落ちる途中で引っかかったのかしら。クレア、鍵があった。あれは届かないわね。撃ち落としてみる。どうなってるの？とにかく上に戻りましょう。Thank you.
モイラも銃がいるわね。ごめん、私は本当にいらない。銃だけはどうしてもダメ。あの時から。そうか、ごめん。忘れてたわ。代わりのものを探しましょう。このライトで頑張ってバックアップするから。何かが光ってるわ。暗くて見えない。ライトで照らすよ。いいもの見つけた。これ使えるよね。今の見えてたよね。ええ、あれは何だったの。今の何？クレア、怖いの？どんな気持ち？教えて。何を言ってるの？その腕輪は恐怖を感じると色が変わるの。あなたのは何色？あなたは何者？ここから出られそう。最悪。
かにまともじゃないわね。この機械、間に何か挟まってるよ。反応ないね。電源が入ってないわ。電源はどこ？モイラ、この上よ。手を貸すから登ってみてくれる？わかった。
私だけじゃいけないよ。クレア、こっち。早く外に出て助けを呼ぼうよ。気味悪いとこ早く出よ。まだ気を抜いちゃダメよ。お願い。
私だけじゃ進めないわね。サンドイッチになるところだったわ。クレアのサンドイッチなんていらないよ。でもこれで機械が動かせるかも。
これは。
れたよ。ねえ、ここどこなの？何？また腕輪がなんか言ってる。あなたは誰？答えなさい。私はオーバーシオ。恐怖を導き出し、そして監視する者。監視する者？ボセクへ向かえ。そこで世界が始まる。私たちをどうする気？ああ、もう最悪。電波塔？救難信号をくれるかも。お願い。大丈夫よ、気をつけて。捕まって。やばかった。死ぬかと思ったよ。本当にごめんね、モイラ。おかしなことに巻き込んでバリーに合わせる顔がないわ。フレアのせいじゃない。それにあの人のことなんか気にしないで。あの人は私が何をしたって文句言うんだからさ。どう？ダメ、動かない。ここにいて、あれを調べてくるわ。
で動けばいいけど。ああ、もう誰か聞こえませんか？私の名前はモイラ・バートン。仲間と一緒に捕まってここにいるの。どこだかわからないけど、私たちなんか変な腕輪つけられて、その腕輪から変な女の声がして、おまけに化け物がいて、仲間が殺されたの。お願い、助けて、お願い。ああ、もう一度。私はモイラ・バート。嘘でしょ。ここはどこなの？ついてきちゃダメだ。おじさんの船で待ってなさい。おじさんは大事な用事があるんだ。終わったらすぐ戻るからな。置いていかないで。おいおいおい、ダメだ。いいか、この先は危ないんだ。もう一人ぼっちは嫌なの。なんで女の子ってのはこう聞き分けがないんだ。わかった、一緒に来い。絶対離れるなよ。おいで。